こんにちは、エンゾーです。今日はね、サロモンの新しく購入した X ルートラ4ミッドワイド、こちらの方試していきたいと思います。去年買ったね、サロモンのこのウルトラ4はね、すごい気に入って使っていたんですけど、なんかね、ちょっと横幅が太ったせいか、親指の付け根がね、ちょっとあれ、お気に入りのカラーはね、ベージュのタイプでしたけど、残念ながらワイドモデルはないということでね、このね、黒ベースにグレー、このタイプはね、ワイドモデルが唯一あるモデルということで、ちょっとね、窮屈かなって断念していた人にもおすすめできる一足となっています。履いた感じはね、やっぱ2位から3位ということで、結構広く感じますね。おかげで横の外反母趾接触がほぼないというか、もしかしたらちょっと緩いぐらいかも。ちゃんとサイズを見てね、履き比べて検討した方がいいかなと思います。ちょっとね、この縦の方向も 26.5、 前回のサイズはそれでしたけどね、厚めのね、靴下にも対応できそうなんで、まあテストがてらこう人柱になろうということで、 0.5 アップ、横も1アップ。もしかしたらね、横幅だけアップで良かったかもしれないですね。ちょっと縦方向ゆとりが左右上下ダブついた感触はあります。まあ、そういったこともあって、ワイドモデルがこのカラーのみの展開となっているかもしれませんね。オンオフ対応型でね、雨が降るね、梅雨時から天候の悪いアウトドア、キャンプ、まあ、登山もちろんですけど、使えるいい靴かなと思います。値段もちょっと安く、 15% 引きでネットで買えるのでおすすめです。2万4000いくらかが2万円ちょっとで買えます。個人的にはね、初心者にキャラバ、値段も含めておすすめという結構情報がありますけど、経験上ね、まあこれをまず買うのがいいかもしれませんね。なんて言ったって軽くスニーカーみたいに履けるんでね、どっか痛いってことはほぼないです。当たっちゃうとかね。でソールも柔らかいんでね、ほんと初めてでもね、靴ずれがほぼしないような感じで、まるでね、半年か数ヶ月履いた感じで履けますね。1個ね、難点を挙げるとすると、カラーバリエーションがないということで、全員を対象にしてませんので、足からず。コーディネートの点で言うと、モノトーンがね、バッチリ合いますね、これ、まあ、ちょっと黒でね、今日、まあ、止まっちゃったんで、ちょっと地味な感じですけど、はい、21丁目、今日試し履きということで、今日はここまで。この後はね、下山、ちょっと性能、足のサイズ感チェックしていきたいと思います。ちょっと休憩します。はい、それではね、靴を下るように引き締めました。足首をね、ちょっと強くしたので、フィット感が増しましたね。追従してくる、このね、自分が思ったこの着地点に対して靴がそのままひっついてくる感じですね。全然いいよ、これいい。あ、買ってよかったわ、これ。ちょっと心配だったんですよね、これ、ちょっとね、結構買って、トレイルまではいかないにしても、結構軽量、 425g 一足当たりですけど、結構軽快にこう降りれるんで。ということで、今回はサロモンウルトラ X4 ミッドワイドタイプ27センチのレビューをしてみました。